お父さん、お父さん、お父さんもこっち来ようよ。楽しいよ、お父さん。私、アフロ失敗されちゃったの。うふふ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 。というわけで、やあ、せつなけいすけだよ。さて、エピソード、次のエピソードで言いたいと思います。誘い。ラストエピソード。あ、いざないだった。いざないだった。ラストなんだ、最終回なんだ、これでは。で、お父さん視点か。ってことは、お父さん、やっぱ、つぐみ。つぐみちゃんがいなくなってから、お父さん一人になってしまいました。捜索願いというか、そういう看板も出したと。お父さん、仕事を辞めてでも探してやるからな。やっぱり優しいお父さんで。仕事なんかよりも、お前たちの方が、ずっと大事なんだ。うん、いいお父さん。ヒロシ、よ、ヒロシ。どこ行っちゃったんだ。よ、ヒロシ。煽ったらダメやな、こういう時。え？何あれ？めっちゃ錆びてる。なんかここだけめっちゃ錆びてる。お、なんだこれ。お父さんも気づいた。違う。何か事故でもあったのか？あ、血なんでこれ。錆びたとかそういうんじゃなかったんや。あった、事故あったな、そういや。どういう事故かわからん。絶対ぶつかったとかそういうんじゃなくて、化け物に襲われたんやけどな。あれ、事故っつうかもう、他殺みたいなもんやけど。っていうか、なんか、電柱多くないか。確かに言われてみて気づいたけど、確かに電柱多いぞ。電柱王みたいなのがおるんかな。電柱立てるで、電柱王、電柱立てるで、ブエーッ。噛むんやけん、こういうネタ持ってくるのやめよう、俺も。前からこんなに多かったっけ。まあ、いいか。明らかにおかしいのにスルーしてるよ、もうお父さん。後でもう一度ケースに行ってみよう。まさか、つぐみちゃんまでいなくなるとは思ってなかっただろう、お父さん。いや、ひろし。これ誰だ？結局誰だ、これは。隠し子か？お母さん、こんな隠し子を持っとったんか？次の日。つか、口くちゃくちゃしとったけど、ガムでも食いよんかな。ガム大好きなんか、やばいことになってますぜ。お父さん、ちょっと、幻覚見始めてないですか？大丈夫かあんた。娘と妻がいなくなって、もしかして薬物がやってないだろうな。それとも、聞こえるとか言ってる。もうダメだこれ。お酒とかそういうレベルじゃない。何かやばい。いや、このゲームあれなんですけど、小学生とか見てるかもしれんのですけど、ちょっとやばいんですけど。今更ながらちょっとまずい。幻聴が、幻聴かって。幻覚まで見てるし、お父さんどうした？そしてなんでこんなに電柱が多いんだ。お父さんとか言うな、怖いわ。お母さんとつぐみちゃんでないか。何肩を抱き合ってカメラ目線でいるんだ。やめてくれ。幻覚まだひどなってない。聞こえる。てかもうちょっともう張り紙のつぐみちゃんまでおかしいなってるからな。よう今気づいたけど。こんだけつぐみちゃんの写真あるか。普通そんなお父さんでもモテないわ。確かに聞こえる。もしかして、俺に助けを求めるため、もういいや。どこからだ？後ろ顔あるけど、これ。心霊写真ばりに顔あるんやけど。幻聴ってレベルじゃないぐらいめっちゃ聞こえてるがな。トンネルの中でなんか叫ばれてる感じ。トンネル抜ければスカイウェイ。こんな歌を歌わないと。まさか、
この看板から。なんでそんな考えにたどり着いたんや、お父さん。そんな人おるかって、なんか右に変なおるね、なんか変なおるで、お父さん。隣のトトロみたいになってるで、お前。トトロおご。あー、なんか最後は最後は、よくわからんやつに仕留められた。ズグの日。どこだ、ここは。連れていて、行かれた後のやつだな。なんだ、動けないぞ。くそ、なんなんだ。もしかして死のゲームに参加させられるのか。うっ、化け物。うん、よく見るとあれはつぐみじゃないのか。そんなところにいたのか。なんだ、向こうから誰か歩いてくるぞ。あの赤い傘のやつ、そろそろ傘の色変えろ。おーい、助けてくれ。傘捨てた、とうとう捨ててくれた。新しいやつに変える決心ついたか。お、なんか変なの飲んでますね。変なの飲んでますね。大丈夫か。それは何を飲んでるんだ。メガシャキか、頭シャキッとするだけか。いけるんか。嘘だろ。つぐみ、逃げなさい、つぐみ。つぐ、何これ。うわー、もうゾンビみたいに食い寄るやん。何これ。え、つぐみ、何が起きとんこれ。うっ、く、来るな。ヒロシ、いや勝手につけたけど、名前勝手につけたけど終わった。何この終わり方。で、なんかあるよこれ。四つ目になんか隠れとるんやけど。よし、せっかくやけん、ここもやろう。ここもやろうって何があるか知らんけど。え、何これ。え、今の俺食われたっていう考え方でいいんか。3本の電柱がちぎれる。これお父さんお母さん、つぐみちゃんを表しとるって感じか。2013年、アイムシアン。このシアンって方がこの作者ですね。なんかうっすら見えてるよ。誰だね君は。誰だね君は。名を名乗りたまえ。なんか来てる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 。来るな、俺も来るのか。すごいな、このゲームやっぱすごいな。一つ一つの表現がすごいな。次の日第1話第2話やってきたから分かる、分かっとったんやけど、さらに進化してるな。ちょっとずつなんかいろんな要素を組み込んできてるな。そんな気がする。やばいな、第1話第2話やってから呪われるんじゃないかなって。俺の日常生活にもなんか悪影響が来るんかなと思ったんやけど、今回ったけん第3話もいけるやろうと思ったんやけど、やばいな、俺数日後とかにこういうやつらに襲われるかもしれませんな。大丈夫かな俺。はい、というわけで今回は次の日第3話っていうのをやっていきました。怖かった、
怖かったって言うけど、そんなに俺怖がるような反応してないな。視聴者さんはそう思っとるだろう。うん。つか俺もう突っ込みどころを、どんどん突っ込みよったけんな。どうでもいいところ。なんかゲームに悪い気がするな。けど、その分、視聴者さんからは、俺のトークのおかげで、このゲーム、怖いけど、鉄拳さんのトークで何度か見れました。ありがとうございます。っていうのがあったら、俺は嬉しいな。そうです。俺はそういう実況を目指しています。ホラーゲーム苦手だけど、鉄拳さんのトークが一緒なら十分見れます。大丈夫です。っていうトークを目指しています。だからこそ、この次の日を見てほしいと思いますね。ホラーが嫌いな人でもね。というわけで今回はこの辺で。というわけで次の日多分もしかしたら第4話あるんかな。あったら絶対実況したいと思います。というわけで週上げ。お前はローニングとかそういうのにしてやろうか。